こんにちは阪急道場弓矢さんです今日は私が使っているじゃんマキタターボ60の掃除機を紹介したいと思います去年も紹介したのですが改めて紹介させていただきたいなと思いますはいあの掃除機に迷ってる方 結構いらっしゃると思うんですがはいああののですねあの参考にしていただければ嬉しいです。はいまずですねこのマキタターボ60というのはあの実はですね私の母がジャパネット高田で購入したものをいただいたんですね。はいなのでちょっと値段は私、聞いてはいないんですが調べたら1万5000円ぐらいになります。はいでこの ターボ60というものですね。あの35ワットになります。はい。で35ワットというとあのまあ比較的家庭で使う標準的な掃除機ぐらいですね。はい。であの吸引仕事率というのがあるのですが、ハイレベルの吸引仕事率になるみたいです。私としては1万5千円ぐらいであの使いやすい掃除機 と言ったらこれがいいんじゃないかなと思いました。私今まで掃除機これが3代目なんですが、マキタの掃除機は初めてだったんですね。はい。でマキタの掃除機何がいいかというと、あのやっぱ使いやすかったですね。ヘッドの部分が軽いのであのすんなり掃除できます。はい。で今まで使っていたものは。 ヘッド部分が根詰まりしたりとかするのでやっぱりね牧田さん考えられてる掃除機だなと思いましたはい紙パック式っていうのに初めてだったんですがこれが本当に良かったんですよそう今までカプセル式で毎回ゴミを捨てていたんですがそれが ちょっっとと面倒だなと思ってたんですねそのカプセル開ける瞬間にちょっとほこりがふわっと舞うのがあちょっと嫌だなぁなんて思ってたんですがこれはカプセル式で3ヶ月に1回ぐらいあの普通の家庭だと取り替えればいいかなという感じなんですがもう取り替えるのもここをパカッと開けてこの中取り替えればいいだけなのであの本当にそのゴミを捨てるストレスがなくなっただけでも 本当に感動しましまたそうなのでね私はいつも紙パックそうなのでねちょっとこの紙パック消耗品で、ね、買わなきゃいけないのでちょっとだけねあの費用はかかりますが私はこっちがおすすめ。はい、であのもう一台ですね今弓矢さんのお店用に掃除機を買おうと思ってるんですがもう断然マキタで買おうと思ってます。 はいであの業務用のものであのもっと高いワット数のものがあるのでそっちにしようかなと検討中です。はいでお店だとちょっとです、ね、こう土ぼこりですとか砂じゃないですけどやっぱりこうね土足で入る場所なのでもうちょっと。 高い吸引率とあのカプセル式のタイプにしようかなと思ってます。はい、それはですねまた買ったらお知らせしますね。<laughs> はい、けどねちょっと次買うのもマキタで検討中です。はい、それぐらいあのやっぱり使いやすいし使っていて本当にストレスないものなので、はい次もマキタでねしようと思うぐらいいい商品だなと思ってます。 はい、ということで今日はですね私が家庭用で使っているマキタターボ60についてのご紹介でした。掃除機に迷われている方是非参考にしてみてくださいご視聴いただきありがとうございました。